おはようございます。速稼塾の久保です。私は共産党についてはね、あんまりいいイメージ持ってないんですけども、ただ共産党、日本共産党の中にはとってもいいね、議員さんいらっしゃるんですよ。私は若手のね、山添拓さんっていうのは結構好きなんですよね。すごくいい追及してくださいます。この方は本当にね、共産党にいるのがもったいないというかね、多分日本共産党っていうのは名前が悪いだけでね、きっとね、そんな共産主義とかじゃないんでしょうね、きっとね。で、今回は田村智子さんの菅総理へのちょっとね、質問を皆さんに見ていただきたいんですよ。本当に時間はあまりかかりません。1分か2分、まあ3分ぐらいですかね。どっちに味方したいかっていう、ね、皆さんの気持ちをちょっと心の中で確かめてみてください。私はね、今回はですね、日本共産党に分があると思いますね。菅総理、何を言ってるんでしょうかということでございます。じゃあ、VTR の方、どうぞ。田村智子さんの質疑を行います。田村智子さん、日本共産党の田村智子です。午前の衆議院の審議で、我が党は宮本議員が新型コロナ対応を集中的に質問いたしましたので、私からは年内に予備費7兆円をどうするのかという、この1点だけお聞きをいたします。夏の第2波の前は6月に重症者が一旦30人程度まで減少しました。しかし、この第3波は、重症者が10月初めの約130人から下げ止まったままに始まってしまったんですね。医療関係者からは、コロナ対応のベッドが準備されているというけれども、人の体制が取れるのかという危機感、またね、今、空いてるわけじゃないと、他の患者さんが入ってるんだと、新型コロナの患者が増えれば、転院が必要で、それは他の医療機関のベッドがいっぱいになるということ、救急搬送の受け入れがどうなってしまうのかと、とても強い危機感が示されています。経済や暮らしも第3波の下でどう支えるのか、切迫して問われています。東京商工リサーチのアンケートに9割の企業が12月忘年会はやらないと回答している。年を越せないという悲鳴は第3波の前から激しく寄せられています。総理ね、この臨時国会、あと10日ほどの会期しかありません。我が党も他の野党も、ここに掲げたようなね、支援の方向、一貫して提案し続けているんですよ。戦略的な PCR 検査、これ医療や介護施設は定期的な検査をと、繁華街などは面的な検査をと、国が費用は必ず全額負担するから、躊躇なく大規模に行ってほしいと、自治体に強く要請すべきです。持続化給付金の再度の支給、観光業などへの規模の大きい新たな給付制度など、事業と雇用を潰さないための支援策を今決断しなければ、コロナ大不況になってしまいます。年が明けてからの第3次補正では間に合わない。今すぐ7兆円超える予備費、この国会にどう使うのか示してください。総理しかいないんですよ。菅内閣総理大臣。国民の命を守り、暮らしを守ることがまさに基本方針、政府としての責務だというふうに思っています。感染状況や雇用状況、そしてまた経済状況というものをしっかり見ながら適切に対応していきたい、こういうふうに思います。田村智子さん。事業所が潰れてからとかね、雇用が失われてからでは遅いんですよ。だから今、7兆円どうするのかって、私たちみんなで聞いてるんですよ。先ほども質問ありましたけど、菅政権になってから新しい支援策は何も打ち出されていないんですよね。で、GoTo キャンペーンについても政府が判断できずに右往左往しているような状況じゃないですか。これ第3波の下で医療を、経済を、暮らしをどう守るのかと、今、総理がそのことを語らなくてどうするんですか。これね、諦めるわけにいかないんですよ、私たちも。本当に命かかってますから、7兆円、この使い道、直ちに具体化すると、この国会に示すとお約束してくださいよ、どうですか。菅内閣総理大臣。私、これもたびたび申し上げてますけれども、新型コロナ予備費については、これまで医療機関の支援、ワクチンの確保、雇用調整助成金や持続化給付金の追加など、
その都度必要な経費合計 4.2 兆円を使ってきています。そして感染状況や経済状況を踏まえて緊急に予算の手当が必要になった場合は躊躇なく活用していきたいというふうに思います。田村智子さん、今がその場合なんです。改めて強く求めておきます。今日はですね、桜を見る会について質問しないわけにいかないんですね。ね、いかがですか。これ日本共産党と自民党菅政権、あなたはどっちの味方したいですか。どっちを応援したいですか。これはね、この一点に関しましては、今回の動画に関しては、まあ皆さんね、私と思いを一致してくださると思うんですよ。もちろん日本共産党が全部いいとかね、そういうことではないですよ。そういうことではないんですけども、私ね、ちょっと日本共産党見直したなと思いましたね。もうちょっと日本共産党のことも調べていこうと思いますし、きっとね、なんかね、今この時代に日本共産党のこの思想と追求精神は、国民の側に立ってるんじゃないかなと思うんですよ。ね、どうですかね。では今回は以上です。